ファサードのレンガ文化の家、またはクルトゥーリタロはフィンランドにある建築物である。ヘルシンキのアルピラ地区のストレンカト通り4番地に所在する。戦後モダニズム建築に分類される。設計は建築家アルバールトによる文化会館とも、1951年文化の家の建設を管理、監督する会社として、 ヘルシングン・クルチュー・ユラタロインが設立されている。アールとは、フィンランド国民年金協会の本部ビルを設計した、時に知り合ったフィンランド共産党の政治家、マッティ・アンフネムから、フィンランド人民民主同盟の本部の他に、文化センターや、協会施設といった機能を合わせ持つ複合施設の設計を、1952年に依頼される。同年、詳細な設計のドラフトが、 アールトによって作成された。1955年、建設工事が開始される。建設工事には5000人を超える人々が携わったとされ、多くはボランティアで行われた。1958年、建設工事が完成される。1980年代の末までに、幾度か、改修工事が実施されている。1989年、建造物保護法が適用される。 2013年、リノベーション工事が行われている。文化の家を構成する主な棟は、コンサートホール棟と事務室棟であり、これらの二棟は、敷地の通り側ではキャノピーによって、敷地の奥では講義室棟によって接続されている。コンサートホール棟は、線場に広がっており、1500席以上の席を持つコンサートホールの他に、劇場やレストランを有している。 この胸のファサードは突上になっており、アールトによって開発された特殊な曲線形状のレンガが用いられている。事務室胸は5階建てであり、会議室などを有している。この胸は脳型体の形状をしており、銅板で仕上げられている。講義室胸は中央胸とも呼ばれ、講義室やロビーなどを有している。キャノピーは60メートルほどの長さを持ち、 キャノピーを支える柱には圧縁鋼材が剥き出しのまま用いられている。コンサートホール胸と事務室胸に挟まれた空間は中庭になっており、講義室やクラブ室への入り口の他にレストランへの入り口がある。中庭には彫刻家バイノアールトネンの手になる制度性の彫刻作品がある。この彫刻は文化の家の模型を持っている手をかたどったものである。 ありがとうございます。